こんにちは、ニコマルです。佐々木さんのチャンネルをお借りしています。ある知人からこんなカフェがあるよと聞いていて興味があったので、昨日9月30日に行ってみました。こんなカフェがあるっていうのは、なんとマスクなし OK ということでして、今なかなか珍しいお店ですよね。調布の仙川駅から歩いて5分ほどのところにあるこのキックバックカフェというお店です。でこちらはそのパンフレットです。基本的には洋風のメニューがメインでした。お店の入り口でマスクなしの笑顔の店員さんが出迎えてくださって、とても気分が良かったです。スタッフの方5、6人くらいいたと思うんですけど、みんなマスクなしでした。私はいつもマスクつけないので、お店に入る時って店員さんにマスクのこと言われるよねってまず思いますし、言われた時にマスクはしませんと言いますが、そういうやり取りの煩わしさを考える必要がなく入れて、以前は当たり前だったことだけに悲しくもなるんですけどね。今こんな些細なことがすごく嬉しくありがたく思いました。こちらのお店、店内の奥にステージがあって音楽ライブもやっているみたいで、音楽機材が置かれていました。私が行った時はライブはやっていませんでしたけど、ちょうどお昼時でお客さんでにぎわってましたね。でメニューなんですけど、ビーガンの方向けのメニューとか、糖質制限メニューもありました。それからこんな紙がテーブルに置かれていましたので持って帰ってきました。これ、マスクは感染予防にならない。マスクは使い方によっては不衛生です。無症状の人が感染させる証拠はない。はい、その通りですね。で、こちらのお店、自社農園がありまして、無農薬、無化学肥料で栽培した野菜を使っているそうです。種も伝統の固定種を取り寄せているそうですよ。私はこのランチタイム限定のこの栄養バランスプレートというのをいただきました。美味しかったです。私、仙川駅初めて行ったんですけど、商店街があって、緑もあって暮らしやすそうなとこだなと思いました。皆さんも興味があったら行ってみてはどうでしょうか。それから、もう一つ、このカフェにこんな本があったよっていう、短い動画がありますので、よかったら見てみてください。それでは、さようなら。さようなら。